おしおせチャンネル。こんにちは、コロボです。ゆうあです。ネムです。リリアです。ナスです。ピコルです。ももにゃんです。タムです。はい、ということで今日は今年入った新人キャストを紹介していこうという回になります。イエーイ。まあね、全員はちょっと参加できなかったみたいな。そうですね、やっぱり一気に全員集まる、こんだけ集まっただけ、ったけすごい、みんな向上心の塊みたいな。そうです、はい、みんなのことをまだ知らない視聴者の皆さんのために根掘り葉掘りいろいろ聞いていきたいと思います。私たちもね、あんまり被らんかったら喋れないからこれを機会にちょっとみんなのこと知ればいいかなと思います。さあ、どうする？順番にちょっと聞いていきます。一人ずつ、まあ、なんか自己紹介してもらっていろいろ質問していきますか。か、させます。じゃあここで地べたにこうやってちょっとこうやって貼っていきます。さあね、今のあの順番ですね。日焼け女から始まります。はい、やってまいりました。お名前は、はい、ネムです。いつお幸せに入りましたか。1ヶ月前ぐらいです。1ヶ月前、何月？2月、1月の真ん中ぐらいですか。3ヶ月です。じゃあ、お寄せに入ったきっかけは、うゆちゃんに誘ってもらって入りました。友達？もともと友達ですね。なるほど。どうですか、お寄せは。楽しい。楽しんでるもんな。楽しんでるもんね。なんて言いました。なんて言いました。聞いてもらってもらう。消しぺりてない。喉がすがすやから。私もがすか。いちごや。いやいや、いちごやからしかない。私最初会った時に質問したのが先焼きでした。最悪。もうなんか私それ聞かれすぎて言われたことすら忘れてたけど、初めて会ってそれやばい。私初対面で、あ、聞いてましたよって、ゆえちゃんからテキーラをお茶だと勘違いしてた。頭がおかしい先輩ですよね。あんまり喋ったことなかったけど、配信見た時になんか頭おかしいなと思って、うん、ちょっと変わってますよね。なんかいい意味でね、頭も、ね、いい。ああ、よかった。また終わりにご飯誘ったら、今から心霊スポット行くんで無理ですって。初めてそんな断られ方して。絶対嘘じゃないもんね、うん。和歌山まで行きました。めっちゃフットワーク軽いやんな。はい。この間だって沖縄も一人一人で行きました。で、焼けて帰ってきて。昔からいろいろ行くの、一人で。一人で、そうですね、一人が好きです、結構。うん、もう、あ、バイバイ。じゃあもうみんなどっか行こう。違う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 。幼いからね、大好きです、大好きです。なんですけど、一人も大好き。やめてください。あー、ほんまに。ちょっとごめん、分からへん。困ってるから。あ、ごめんなさい。お酒強いですか？酒酒です。ほんまに？はい。でも結構生誕とかイベントの時に、うん、シャンパンいっぱい飲んでるイメージ。あと私昨日かぶってたんですけど、ビール飲む。ビール飲む。ビール大好きね。強くはないけど好き。そうですね、酒好きやけど酒酒みたいな。でもそんなに弱くはないと思う。弱くはないですか。いや、でも強すぎて。いやいや、囲まれたら全然そんなことないよ。もうやめてよ。心霊スポット、そんな結構いろんなとこ行ってるわけです。2個ぐらいしかでも行ったことないんです、まだ。それ好きな、やっぱ連行される。フットワークめっちゃ軽いイメージ、はい、言われたら断れないんです。らしいです。あ、らしいです。何でも誘ってみてください。してくれるかもしれへん。天外とかしたらあかんで。シスポやったら、シスポやったら行きます、全員で。え、天外一回一回報告ですね。はい、報告です。はい、シスポだったら天外で行きます。やっと読んだよ。ね、お知らせ入って、これからやってみたいこととか、こんな風になりたいよみたいなのがありますか。テキーラで潰れたいです。すぐできるよ。それだけと、あと、いろんな人と喋りたいです。それはキャスト？お客さん？いや、お客さんです。まあ、普段あわ、なんていうの、関わることのないような人と喋りたくないかな。キャストはもう結構みんなと喋ってるもんな。やっぱり喋っていけるんだんで。両方ですよね。両方です。やけど、まあ、いろんなお客さんと仲良くなりたい、ね、仲良くなりたいです。常連さんとかも、普通に生活してたらやっぱり関わることがないような人とかもいっぱい話せる機会あると思うから、
いいよね、なんか。確かになんか入ってすぐってもう既存でいるお客さんとか結構緊張しちゃったりする、うん、なんかこの子この人推しやから行きづらいとかあるから あんま気にしなさそうやけどな、いや内心結構緊張してます。本当緊張してる、はい、だから、まあ、先輩たちがね引っ張って喋って一緒に仲良くしてあげてよって言ってあげるべきですね。頑張りましょう、引っ張ってほしいです。はい、引っ張ります。将来の夢とかは、将来の夢ですか？一人で海外行ってみたい。人生の目標、どういう人物になりたいみたいなの。やっぱり、なんていうやろ、お客さんってさ、なんかその女の子の夢を応援したいとかで来てくれる人もいるからさ。だからコロモさんやったら、将来の夢は歌手で。それで言ったら、うん、スナック開きたいんです。地元にママをして。合いそう、喋れるし、楽しそう。しかも地元っていうのがいいね。地元、うん、この辺とかじゃなくて、地元民が愛してるスナックみたいなのを開きたい。そうです。あ、めっちゃいいよ。めっちゃいい、めっちゃいい。今のうちに酒トレーニングってことね。はい、酒トレしてます。なるほどね。そういうことなんで、あ、みんなトレーニングさせてあげてください。強くしてあげてください、ぜひ、ね、頑張ります。ママの器を育てよう、みんなで。そうしましょう、そうしましょう。はい、じゃあスナックネームのママさんでした。もうそれはもう叶ってるやん。そうだよね。はい、これなんや。スナックネームです。ギャルやな、めっちゃ。ありがとうございます。これからも頑張りましょう。頑張ります。戻れ。戻れ。はい、じゃあね、ミリアちゃん、新人ですか？新人です。いや、先輩です。私も先輩なんですよね。新人です。実は新人です。もともと働いてて社会人して戻ってきました。お名前はリリアです。リリアさんです。どうか固いよ。そんなんちゃう。緊張めっちゃ震えてる。やばい。なんかそんなに YouTube 行った時ってめちゃめちゃ力入れてたわけではない。そうです。私が辞めてなんかバズり出した。悔しいな。悔しい。悔しいから戻ってきました。入ったきっかけ。きっかけ。1回目に入った。1回目は可愛い服着たいから。もともとコンカフェやってたんですか？いや、ここが初めてです。あ、コンカフェやるきっかけが、じゃあ可愛い服着たいなみたいな感じ。そうです。でも多分私も結構服で選んだ最初。毎月変わるし可愛いし、私もそれだった。毎月衣装変わるの飽きなさそうやし、うん、めっちゃモチベにつながりそうと思って、まあ、知ってるんですけど、お酒強いですか？弱いです。はい、はい、知ってます。でもなんか私が思うに、1回辞める前まではめちゃくちゃガツガツ、うん、すごい飲んでたと思うんですけど、はい、最近なんか日酔ってますよ。日酔ってます。日酔ってます。何日酔ってんの？しばかれたいです。あ、しばいてくれる方、しばいてください。募集中です。テキーラですか？そうです、テキーラで潰してください。あ、みんなテキーラで潰れたい欲あるね。なるほどね。やっぱりなんか経験よね。なんかせっかくさ、みんなド M、 みんなド M やろ、そりゃ。せっかくこの、なんてやろ、このお店で働いてたらさ、そういう経験をしてみたいと思うんじゃない？まあ楽しいや。休みの日何してるんですか？休みの日ですか、うん、寝てます。外出るの好きじゃない？あんま出ないです。確かにそんなに出かけてるイメージないかも。出ないですか？ずっと家に。なんか SNS 繋がってるけどさ、VR とかいつもなんか点で落とす。そう、もうずっと家。でも一人はでも嫌いなんですよ。だから誰か一緒に住んでほしい。お、同居者募集中です。それってはいはい、コンカフェ的にどうなんですか？はい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 、はい、イギャリー、イギャリー、イギャリー。男ですか？まあできれば。あの公式の YouTube で男はそれやめてください。18万人おるからって。18万人から選ぼうとしないで。いや、緑緑ですからね。そういう場じゃないですから。DM 待ってます。やめなさい。じゃあせっかくこのお知らせに戻ってきてくれたわけなんですけど、なんかこのお店の SNS の力とか、そういうのを活かしてやりたいこととか、こういう風になっていきたいとかありますか？いや、私マジで考えてたことあって、カンコレ出たりです。カンコレ、このカフェ上でカンコレ出てる人もいるんです。なんかもなんかもとだから、なんか新しい風を、お幸せで、なんで頑張りそうぜって、はい、スタイルいいしね、うん、めっちゃ痩せました。めっちゃ痩せた、ほんまに。8キロぐらい痩せた。やめてからってこと？いや、社会人でストレスでめっちゃ痩せて、今もガリガリです。めっちゃスタイルいい。いいよ、みんなで出たい。あ、みんなで出たい。一人じゃないや。みんなで出たい。
押し寄せビオライトが流れてる。ハハ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 いい夢ですね。応援よろしくお願いします。YouTube も頑張ります。お願いします。次。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。リリアさんでした。はい、じゃあ次は自己紹介お願いします。ナツでーす。ナツちゃんでーす。はい、ナツちゃんは何がきっかけでお知らせを教えてくれたんですか？じゃあお知らせに行ったんですけど、なんかゆあちゃんがちょっと思ってたよりズカズカ来てて、でこの女の人面白いなと思って、そう何回か来てくれてた。そうで SNS 有名やし、ちょっと行ったろかな。行ったろかな。かっこよい。そんななつちゃん TikTok フォロワー数すごいです。はい。何人ですか？11万人です。すごーい。今一番多いよね。一番多い。素晴らしい。ずっといつからやってたんですか？高校の1年ぐらいからやってました。それは何なんか踊る系？あ、全然めっちゃ踊ってましたね。あ、踊る系か。昔一番流行ってた時に始めたじゃないですか。あ、そうなんですよ。なるほどね。あの頃やってたらもうね、めっちゃ伸びるから、もう行ってます。素晴らしい。そう、なんか来てくれてたからずっとその来てくれてた時の名前で呼んじゃいそうになるんですよ。あ、私も会ったことあるやろ。あります。ここやんな。ここです、ね。結構今思い出してんけど、横顔見てて、いや、あの子やってなった。今怖いから入らないですかみたいな言った。あ、言われました。入りました。あとはあの時こういたから。そう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 。うわ、あの時言ってよかった。私そんなズクズク言ってた。なんか私がコマネッチを。そうや、思い出した。あの初めて来た時に居酒屋で働いてますとか言い出して、あ、そう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 、居酒屋の写真見せてもらったら全然こう壁じゃったんですよ。壁で若いとか思いながら、なんか歌りくってなんか曲チョイスしていいですかみたいな言い出して、え、いいですよ、何ですかって言ったら、ずいずいずっころがし歌ってくださって、ずいずいずっころがし、え、やばいって言ったら、知らんから、あ、ごめんなさい、それ知らないんでって言ったら、なんかあの島んちゅうの宝をコマネチしながら歌うんやったらそれで許しますって言い出して、そらちゃんと二人でそれやったら、頑張ってくれたね、ドリンクどうぞってドリンクくれた。思い出したわ。めっちゃちゃんと今回楽しんでる人やな。思い出したわ。ズカズカ来てたん、そっちやん。そのズカズカがあったからこそ入ったってことですね。そうそうそう、そっから何回か来てくれてる。なるほどね。嬉しい、でも来てくれて気持ちよく入れました。気持ちよく入れました。なんかちょっと嫌かも。気持ちよく入れました。最近二十歳になったよな。はい、あ、そうなんだ。最近二十歳になって、はい、酒は結構飲めます。なんか私のお客さんがもともとお酒を飲まない人やったんですけど、うん、ここ来てなんか酔いたい気分になって、酔っ払いちゃいたいでテキーラ観覧車をしてもらったんですけど、おお、すごい。でも全然言わなくて、誰か私の初めて言わせてほしい。あ、まだ酔ったことがないってことです。限界を知らないってこと。酔ってるなって思ったけどな。いや、それはでも限界ではないやん。そう、自分に酔ってるだけで。あ、お酒には酔ってない。自分に酔ってないやん。お酒飲んでる私ってってなったんや。なるほどね。じゃあ潰れたらどうなるか知らんってこと。わかんない。まあ、潰れたことないんや。一回潰れといた方がいいよ。うん、あのキャパ知った方がいい。20代前半のうちにキャパを知った方がいい。キャパを知ってそれまでで収めるっていう。はい、で仕事できる範囲まで飲むっていう。なんかカメラマンが苦しそうな顔してる。で、お酒飲めるのは知った方がいいですよね。はい。やらかしますからね。まだ坊主しますよ。あれ、丸坊主になってんの。丸坊主。いろいろ飲ませてもらおう。てはい、いろんな飲ませてください。一緒に飲んでくれる強い強いご主人様を待たれております。探してます。でもめちゃめちゃなんか向上心高いなってめっちゃ思ってる。ずっとそうった、なんかツイートとかでもなんか夏を知ってきたらいいなとか言って書いたりしてるのとか、はい、結構なんか、あ、ちゃんと頑張りたいんやなっていうのが伝わってました、はい、私には。こんな風になりたいとかこういうことやってみたいとかありますか？自分のお客さんを持って、なんかやっぱゆあさんとコロモさんみたいに、え、YouTube で会いに来たみたいな感じで、もうみんなからチヤホヤされたいです。あ、有名になりたい、ね、入った時に、お、コロモちゃんだとか、ゆあちゃんだっていうの
そうめっちゃ嬉しい。いつも見てますよ、ね、もう入ってきた瞬間顔で分かるような、うん、みたいな顔されたら。ともさん一回泣かれてましたから。あ、そうなんか会えて嬉しい。くれた子と会い始めましてってしたら嬉しくて泣いちゃってくる。かわいい。かわいいですね。かわいいですね。はい、それもこれも全部 YouTube のおかげですね。ありがとうございます。い, ますいつもご視聴ありがとうございます。もうですよね。そんな感じで頑張っていきたいという感じですね、はい。じゃあこれからいっぱいショートとか本編の動画とかね、うんはい、出ていけたら、なんかやりたい企画とかありますか？企画はこんなん出てみたいとか、こんなことやってみたい。触って誰か当てるゲーム。人を当てるの、はい、人を触るの、はい、触られたい、それとも触りたい、両方やりたい。両方で触りたいし触られたい。待ってます。触られたい。やばい。なんか今日やばい人しか。なんか怪しいぞ。怪しいぞ。雲抜け雲抜け怪しいぞ。怪しい。え、今ここだけ、今カフェだけ。はい。あ、じゃあもう撮影なんかバンバン参加できる。じゃあもういっぱい言ったらいいよ、こういうのしたいです。あいのしたいです。うん、あ。触られたいらしいです。はい、触りたいらしいです。お願いします。これをもう編集運営側に届ける。そうね。いろいろね、はい。これから経験していけたらいいですね。はい、頑張って、頑張っていきましょう。いきましょう。ありがとうございました。夏ちゃん、最後に言いたいことない？丸顔ボブドーラン夏です。おお。お願いします。バイバイ。何ですか？それで丸顔って言うなよ。ね、何？丸顔なのに。これだよ。はい、じゃあ次はみくるちゃんでーす。みくるちゃんでーす。なんかめっちゃ前に来てる。可愛い。うん、ここにみつあみが。あ、なるほどね。そうそう。はい。何歳ですか？19歳。未成年です。未成年。え、次の誕生日がいつ？3月。あ、じゃああと1年ぐらいで。ああ、4月か。もう4月か。でも2月ぐらいだ。タイムスリップしてる。タイムスリップしちゃった。次の。あ、1年後に20歳か。まだ飲めないんだね、うん、飲みたい欲はある？めっちゃ飲みたい。すごいな、酔っ払ってさ、うん、なってる人のさ、うん、中でさ、飲みにくい。やりにくいよな、テンションついていかれへんときあるもんな、なんかその中ですごいなんか話一緒に入ってきてくれる未成年の子たちすごいなって思う、うん、ほんまに未成年の子たち結構リスペクト、頑張ってるよな、うん、あの私には無理。私がだからちょっと体調悪くてソフトリしか飲まれへんみたいな時なんかってなるので、私もなってる。すごい、すごい、ほんまにすごいなと思う。すごいです。ありがとうございます。みくるちゃんほんまに入ってきた初日からお客さんいっぱい来てて、うん、てかみくるちゃんも SNS 強くなかった？そう、そんな、あの比べたら。でも、まあまあ、めちゃくちゃ載せてるわけじゃないけど、うん、フォロワーさんもそれなりにいるし、なんかいいです。なんかバズってたよな、何個か。たこ焼きやろ。あ、たこ焼き屋さん。たこ焼き屋さん。なんかちょっとメディア出てたよ、なんか言ったら、うん、たこ焼き屋でなんか配信しながらたこ焼き焼くみたいな、うん、だって配信してたらたこ焼き焼いてた子ですかみたいな。そう、めっちゃ怖い。すごい、すごい。もう入る前からそんだけなんていうの、うん、ファンになってくれる人がいるってすごい。うまい、すごい。なんていうやろ、すごいことだと思う。すごい。本当にすごいことだと思う。すごいことだと思う。で、最近ね、ショートも出だして、コメント欄とかでみくるちゃんめっちゃ可愛いって書かれてたりとか。見ろよ。コメント返信しろよ。そういうのも大事ですからね。今ます。コメント返信してるだけでチャンネル登録者数増えるから。今何を2600人。何も上げてないの。コメント返信してるだけで、そこら辺の YouTuber が収益ができるから、もう1000人超えてるから。そうなんや。なんか載せようかな。メイちゃんと ね、 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 YouTuber ね、可愛いやろ、うん、そうなんですよ、本当にね。もうすぐうちら自分の話しちゃう。こっちゆくるちゃんの何をしよう。じゃあお知らせに入ったきっかけ。時やっぱ SNS について TikTok ですね。 TikTok が最初流れでした。お店の TikTok ってこと？うんうんうん。で、なんかみんな可愛いなと思って。でもあれ、下ネタ言わされてる系のやつってことかな。あ、そうですね。言わされたかったってこと？あっでもこの間のあれおもろかったんけど、呼び出してください、呼び出してください。あれおもろかった。っみんな呼び出してくださいって言われた時に、後でさ来てみたいな感じだった。一人だけピンポンパンポンのやつ。あ、
すごいセンスあるよ。そっちしかない。そう。あ、そっちしか思い浮かばなかった。思い浮かばなかった。青春してきてないんで。そういう人と違う考え方をやるのが面白いから。そういう子って結構ね、あの注目されるからね。そうそうそう。これからも面白い発言期待してほしいね。めっちゃプレッシャー期待してます。まあ未成年なんでお酒は強いですかの質問はできないけど、来年の3月になったらお酒は飲みたいって言ってるんで、飲みたいです。誕生日ね、生誕祭とかやった時はね、たくさんのお申し上げてもらって、うんうん、寄せに来てください。生誕祭でつぶれますか？つぶれますあかんな、生誕でつぶれたらあかんな、やばい主役がつぶれてる。なんかあれやね、普段は結構ずっとオタクしてるよ。そうですね。何のオタクですか？いろいろアニメ系オタクですね。なんかほんまに今時のイケイケ女さんって感じやのに、もうなんかさっきもなんかプリキュアのばっかり思った。しかも結構古いやつ。そう。でしょ、ね、最初昨日買ったんです。あ、昨日買ったんや。あ、もう新しく買ったやつすぐ身につけたから。さすが子供。かわいいな。100グッズ買うからずっとお金ないし。え、いつも日払いしてますよね。そう。お金ないから恥ずかしい。いつも一人だけ書いてて恥ずかしい。そんなないよとか言って。なんかプリキュアで泣いたんでしょ、だって。感動して、いや、なんか応援上映でペンライト持っていけなくて、それが悔しかった。そういうこと？ペンライト持ってたのにつかんくて、応援できなかったことに申し訳なさと悔しさを感じて泣いたらしい。一人でみんなが頑張れーとか言ってるから一人で応援できない。この話めっちゃ面白かった。おもろ。この話絶対お客さんにした方がいいよ。めっちゃ耳赤くなってる。ほんまにハグやろな。面白かった、ほんまに。そんな感じなんやと思って。そういう話しようよ。お客さんに話してる、それ。恥ずかしいから話してる。いやいやいや、もう面白い。かわいいな。ドリンクどうぞってなる。かわいい、かわいい。水分補給しって。水、涙で水なくなったよ。補給してほしい。補給して。いろいろそのメディアが強いっていうのを知って入ってくれたわけですけど。そう、なんかこういうのやってみたいとか、ほんまに夢じゃない。ないんや。プリキュアになりたいって言ってくれるの今ちょっと期待してる。プリキュアなれるかな。プリキュアになってどんなことがしたいですか？なれるかなりたいって言ってないじゃん。みんなに愛を届けたい。あ、みんなに愛を届けたい。みんなに愛を届けるためにも働いてるってことですね。そう、小説ってコンセプトは愛やから。あ、そうなんですか。愛を持って何事も行う。この間のミーティングで言ってた、うん、あ、そうや、言ってた、ね、あ、忘れてます。忘れてます。お知らせのコンセプト愛やから、あの、みんなに愛届けよ。届けます。プリキュアになるまで。プリキュアのなんかあの決めセリフお願いします。え、難しい。ちょっと待って恥ずかしい。はい、何言ってもいいんですか。大丈夫よ。担任部下の音が消えました。かわいい。かわいい。これ、あの、多分あれ言ってよっていう人来るから。万人袋の尾が切れました。までがセットで。そんなに何の決め台詞それ。それで変身するってこと。いや、なんか怒った時に許せる。敵が何かしてってこと。そうです。万人袋の尾が切れました。変身。アクションある。アクションある。だから私もわからんねん。レチャのやつ。レチャさんしかできない。こんなん。はい、じゃあね、みくるちゃんでした。みくるちゃんでした。ありがとうございました。最後に言いたいこと。カニ袋の中切れました。何にやねん。何に切れたの。誰も怒らせてへんやろ。続いてやってまいりましたのは、モモニャンでーす。モモニャンでーす。モモニャンちゃんです。モモニャンまでが名前です。モモじゃないですよ。モモニャン。モモニャンちゃんです。でモモって呼ばれたら怒ります？怒ります。堪忍袋の動画が出ました。言います。堪忍袋の動画切れました。これやで。これぐらい思いっきりやらないと本当にも。やっぱ経験があるからね、モモニャンちゃん。そう、モモニャンはあれですか？コンカフェ。前世があるから。一応あります。1個、2個、3個、4個、5個。1個。もうめっちゃテキパキテキパキ仕事をしてる印象です。そうですか。ドリンクとかもめっちゃ作ってくれるし、慣れてるなっていうか。宅回りもめっちゃうまいよね。めっちゃ気をつけてる。宅回りうまいよねって。あ、そうなんですよ。言わない。めっちゃなんかほんまにめっちゃ空気読んでくれるっていうか。最近全然被らへん。ないかな。多くない。
ナイト多い。パートナーナイトやつから結構かぶるんですけど、ほんまになんか私が2択かぶるとかしてるときに、そこにいて、さーって言ったら、なんかこうパッと見たみたいな感じで、違うとき行って、でまたこう行くタイミングで、めっちゃ。目で合図してめっちゃ回ってくれるから、あーすごい助かる。そう、それめっちゃ大事、うん、大事、めちゃめちゃ助かるしね。すごい助かります。ありがとうございます。いい人材が入ってくれました。それに入ったきっかけは、その前のお店を辞めて、うん、ミートしてる時にオーナーさんに拾ってもらいました。 ありがとうございます。渋い顔してそれはもう入ろうと思ったきっかけは、言ってもらって、言ってもらって、で遊びに来て、うんうんうん、なんか楽しそうやなと思って。私いたやんな。電話してました。私もいた気がする。ありました。ここさ、そうです。あれ1号店、1号店も2号店も両方行って、それで偵察に来て、でいいなって、いいなと思って。おー、よかった。結構酒も飲めるよね。そうですね。まあ1号店で1回テキーラの飲ませ合いした。そうなんですよ。ちょっと円空入れたら5倍で帰ってきました。1 入れたら5ってこと、1 5帰ってきて、うん、すごい先輩やな。これ飲んだら酔いやすいとかは、あ、ウイスキー系だ。ウイスキーか、私も無理や。私飲み出したら止まんなくなっちゃう。なるほど。そうで、で気づいたらチーンってなってる方が多いですね。プライベートでも結構飲みに行ってるような。そうなんですよ。飲むのは好きってことやもんな。飲むのは好きですね。いっぱい飲ませてあげてください。じゃあお幸せに入ってこんなことをしてみたい、あの風になりたいは何かありますか？この間あのヒメルさんのライブ見に行って、うんうんうん、アイドルになってみました。おお、やってみたい。ちょっとやってみたいなって思いました。なんかダンスとか歌とか得意？いや、全然ダンスとかもしたことないんですけど、うんうん、ちょっとなんか楽しそうやなと思って、うん、このキラキラしてるのを見て、ちょっと自分もやってみたいな。キラキラしてみたいです。え、歌ってんのもあんま見たことない。歌は得意？な。まあ今度はあの歌リク入れましょう。めっちゃ楽しみ。ちょっと練習しておきます。私もなんかアイドルになりたい時期ありました。小学校入ってきた時はずっとアイドルアイドルって言ってたんですよ。小学校の時、小学校あの落ちました。あ、そうなの。受けたけど、書類で48系、落ちましたね。うわ、こんな人材を流しちゃって。こら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 。何がダメやったと思う？声。いや、それやで、それ。軽いよ。声わからんから。だからアイドルになりたい気持ちはめっちゃ軽い。私も今でもなんかなりたいなって思う時はあるたまに。もうでもアクションアイドルみたいなもんや。おもろアイドル。おもろアイドル。ダンスはやっ。やったことない。やったことないし、苦手。苦手ってか、やってないから分かんない。まあやってみたら分かるかもしれない。まあロゴ、私はちょっと言っちゃう？言っちゃうか。勝手に言っちゃうか。実はね、5月からお塩瀬所属のキャストはダンスレッスン無料で受けちゃうんですよ。受け放題。もう先生が決まってて、週5でいるって言ってて、で何時から何時みたいなのがあって、その時やったら行き放題。もうね、週5で行ってもいいし。あ、すごい、いいんですか？いいですか？お仕事はもう一個のもう芸能事務所のようなもの。本当に本当に。お仕事できて、で無料でダンス習える。ないよ。ないよ。事務所だよ。私もだから行こうと思って。私も行く。みんなで行こう。私もみんなでやりたい子。ダイエットにもなるしね。あ、いいですね。それでなんか機会があって、その行ってるメンバーでなんかね、会えるのあるかもしれないですし、ね。ね。ということで、あのダンスやりたい子とかいたらね、そう、ぜひぜひ。ぜひお店入ってください。入ってください。じゃあね。5月からは、頑張っていきましょう。5月から頑張ろう。頑張ります。で、はい、これからも頑張っていっていただこうと思います。はい、イエーイ。ももやんちゃんでした。最後に言いたいこと、ダンス頑張ります。頑張ります。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次は、せーの、あむちゃんでーす。あむちゃんです。ラスト。ラストですよ。はい。最後に、はい、さっきからずっと。爪痕残さなきゃ何よってちょっと言ってるんですけど、はい、何しますはい、は
重ねていきましょうか。お願いします。はい、お知らせに入ったきっかけ教えてください。きっかけは大学通ってるんですけど、今4回生で卒業できる兆しが見えてきたんで、うん、やりたいことやりたいなと思って応募しました。なるほど。はい、やりたかったよ今回。やりたかったです。お知らせにしたきっかけは、まあ、コロモさんのツイッターを見て、コロモさんになりたいと思って。そうなの？はい、嬉しいの。言ってくれたっけ？言ってない、初めて聞いた。嬉しい嬉しい。コロモさんになりたい、すごい。私になりたい。だから将来のね、コロモさん。将来の。そうね、これ難しい。難しいかもしれない。まずダイヤモンドのようなメンタルを持ちましょう。ダイヤモンドって強いってこと？そうそうそう。ダイヤモンドは硬いねんね、めちゃくちゃ。そうなんですね。知ってた？知らなかったね。一緒。じゃあ私にはまだなられへん。ごめんなさい。もっと知識を増やしていくのです。はい。頑張ります。あとお酒に強くなる。はい。お酒は？あれ、二十歳超えてたっけ？超えてます。お酒は好き。好きです。お、強い。わかんないね。わかんないね。そんなにテキーラとかは？飲んでないね。飲んでないよ。はい。そっか、だって、おい。コンカフェ初めてってことかな。初めてね。だからまだそんなにがっつり飲んだことがないってことですね。キャパあんま知らん。知らないです。プライベートでは飲みに行ったり。あんま飲まないです。飲まないな。飲みに連れて行けばいい。お願いします。なるほどね。お願いします。あ、いいね。はい、連れ回すか。皆さんもお願いします。皆さんね、連れ回して。あかあか、正解誘わないでください。連れ回されないでください。連れ回されるじゃなくて、皆さんも飲ませてくださいみたいな。はい、そうです。違うかな。はい私らじゃあ連れ回して、めちゃくちゃ飲ませます。お願いします。酒取れ、酒取れ。私らでお金払うんで。ペイペイならんから、私ペイペイならんから。何の？やったやん。ああ覚えてないよ。あるある、今日ちょっとだけ。でもなんかもう立体的なあれが違うもん。リボンだってもうまっすぐやん。マジでなんか喧嘩してくるんですよ。新人挟んで喧嘩してくる。手出ちゃうよ。後ろから出ちゃうよ。前から出ちゃう。かわいそう。いつも赤赤、私らで暴走してる。ダメダメダメ。休みの日は何してますか？あ、待って、猫飼ってる。猫飼ってる。猫飼ってるの。しかもめっちゃ可愛い。スコティッシュフォールド。そう。スコティッシュ。え、一人暮らし？一人暮らしね。猫飼ってるの？はい。二匹。そう。でも衣って言うんですよ、名前が。だからつけたってこと？いや、元は。やったら怖いやん。家でコロモって呼んでるのに。そうです。コロモじゃなくてコロモさんだろ。あやしかもコロタンやって呼ばれてますよね。呼ばれてる。私コロタン、のーちゃんが私のことコロタンって呼ぶ。ニカニカしてる。え、コロタンとコロモちゃんと何ちゃん？ヒノちゃんね。ヒノちゃんじゃないか。悔しい。改名します。今さら今さら岩って呼んでもらう。え、おもろい。もしお客さんとかがさ、猫とか犬飼ってさ、ゆかちゃんとコロモちゃんってつけてたらおもろない？嬉しいです。嬉しい。休みの日も猫と。え、そうです。ずっと喋ってます。あんまり喋ってる。喋ってるんだ。私も喋る。喋りますよね。何してんのとか言うやつ。え、そうです。どうしたん？違うやな。聞いてよ、今日さみたいな感じだね。私でもお酒入ってネガティブになった時、もう何もできなくてごめんねって泣いてたから。大号泣。目横で怖い。想像できる。何みたいな。怖い。そう、言うやんな。やっぱでもなんか悩みある時ちょっと喋っちゃう。そう、なんで来てくれへんのって言う。笑い方にちょっと特徴があります。そうなんですよ。もうなんか最初キャラかなと思ってフォーマーしてるのが、なんかでももうなんかずっとこの喋り方でずっとこのテンションやから。そうそう、お客さんの前だけじゃない。そうそう。めっちゃ面白かったのが、なんか上にある棚の上にあるシャンパンが取れなくて、これ取れるって言ったら、あ、取れますよじゃなくて、できます、私何でもできます。あ、何でもできるんやみたいな。じゃあよろしく。でもあのなんかふわふわしてそうで、うん、気使えるなってめっちゃ思う。しっかりしてる。ドリンクのお客さんとか絶対気づいてるよね。何飲みますか。すごいおっとりしてていい。
可愛い。でもなんか私みたいになりたいって言ってるけどめちゃくちゃ早口やけど大丈夫。一回言ってみ。あの早口で。早口言葉やる、行こう。はい、せーの。生身生ゴミ生卵。はい。生身生ゴミ生卵。もう言ってるよ。言えた。だいぶキャラおもろい、なんか押し寄せてもらかった。アニメみたいじゃない、なんか唯一無二の存在です、ね、存在になりそうですね。もうなってますけど、なんか一緒に喋っててめっちゃ癒されそう。うんうんうん、ずっとニコニコ接客してるよね。はい、なんかそうですよねみたいな。私らなんてね、もう酒飲めー、おい飲めー、怒鳴るなんて無縁。怒鳴る、オラって言って、めっちゃすごいです。酒飲めって言って、お前ら酒飲めって言って、お前ら酒飲めこれ刺さるね、絶対。やっぱ燃える、これ燃える、燃える、いいよ、刺さる刺さる。それで行こう。熱い、熱いよね。これ言われたかったらね、あの怒鳴られたい人みんな来てくださいね。待ってまーす。あー、待ってまーす。え、なんか聞いてないんだ、まだ。あのなんか SNS でこういうのやってみたいとかね。お知らせでこれやってみたい、叶えてみたい、うん、私が選んだメンバーでバンジージャンプに行きたいです。ないです。なんでバンジーいいな。なんでバンジー、え、気合い入るかなと思って。気合い入れたいってこと、はい、え、それさ、自分が選ぶんや。ちなみに誰選ぶ、誰選ぼうかなと思ってる。え、誰、この人は全員、あ、行きます。私はみんなを見守る係なら、あ、じゃあ、あのなんかさ、あれしたらいいや、なんかこう、あ、3、2、1、バーンってなると、やってる時後ろの中のこう、いや、死ぬやん。バンジージャンプいいな。それ企画で行きたいですね。お、危険なこといっぱいしたいね。え、怖くない？え、怖いな。ジェットコースター行けます。ジェットコースターね。あれ、フォールダウンみたいなやつは。え、上から。そう。あ、行けます。あの、なんか厳しい、厳しい。え、なんか富士急でめっちゃちょっと落下のやつ行った時に、なんか出荷されてる気分になって、嬉しくない。出荷、なんかもうほんまに売られてるってこと。そうです、そうです。私も行くから。そうなんです、ね、あー、私商品みたいな。出荷されてる。みんなの元に私向け。思い出してしまった。思い出して、あー、私出荷されてたなーみたいな。思い出して。どういうこと。出荷されました。いろんな、あの、そういうね、あの、危険な企画をしていきたいって言われて、はい、お仕寄せのお金で。自分のお金では行きたくない。結構かかるもんね。そうね、高そうなんで。マジでありがたいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だからこういうやりたいことをやらせてもらえるから。ぜひお仕寄せ。みんな今見てるそこの君、待ってるよ。待ってるよ。はい、じゃあそんなアムちゃんでした。アムちゃんでした。ありがとうございます。最後に言いたいこと、最後に言いたいこと、元気出せ。おー、出たよ今。元気、元気出たね。いろんなことがね。はい、すいませんでした、すいませんでした。はい、ということでみんなの紹介が終わりました。はい、ということで6人の新人ちゃんの紹介が終わりましたね。はい、なんか知らなかったこととか、うん、確かにいっぱい知れたし、うん、みんなも多分知りたかったことがたくさん知れたんじゃないでしょうか。はい、はい、なかなかこうやってね、じっくり聞く機会もないから、うん、面白かったですね。うん、こういうのいいですね。なんか入ってくるたびにできたらいいですね。確かにね、今2号店できて、うん、新人のキャストさんも増えてきてるんで、うん、またね、みんなで話す会とかしたいですね、うん、まあ、自己紹介じゃなくてみんなでなんかね、この間のカラオケ会みたいな感じで。あー、あれ楽しかった。雑談系見ました。あ、見てない、見てない。はい、あ、両端優秀です。ああいうのもいいですね。楽しかったし、楽しかったし、マジ話したもんなかったけど、私ら今も思ってからさ。まあ、またね、みんなのこと知りたいなと思った方は YouTube の概要欄のところにみんなの SNS のリンク貼っておくんで、見た人は全員フォローしてください。 X、 インスタ、 TikTok 多分全部貼ってくれてるので、すぐって言って飛んだら、みんな気になった子がいたら会いに来てあげてください。はい、ぜひ。マジ楽しんで幸せ空間ですね。はい、はい、
お待ちしております。待ってます。来ないとカニ袋の方が切れます切れます。カニ袋の方が切れました。切れました。でも切れるは過去形。切れますよ。もう切れてるもんな。うん、まあまあそれ難しい。切れますよ切れますよ来ないとカニ袋の方が切れますよ。みんなやってくれた。こんな面白いね、女の子、面白くて可愛い女の子がいるのは、推せは推せるときに推せ。まあこれからもっと磨きがかかってね、トークも上手くなって、うん、まあ、YouTube とかやっぱ出だすとこうやって喋るの上手くなってくるから、もっともっと彼女たちはこれから面白くなる才能の原石だと思うのでみんなで育てていきましょう。はい、じゃあこれぐらいにしますかね。はい、はい、今日のキャストはコロノとユアとレムとリリアとナッツとヒカルとモモヤとアルでした。せーの、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。会いに来てね、みんな。カニ袋の方が切れちゃうんだから。